はい、じゃあ、ブイズ、ダブルオールスターでした。はい、皆さん、こんにちは。というわけで、オールスター感謝ガチャが、まあ、昨日からね、始まってまして、今日2日目なんで、まあ、今日だけちょっとね、引いていこうかなと思うんですけども、実は昨日ね、引きまして、動画だけちょっと撮ってきたんですよ。ほうほうほう。だからちょっと何が出たか、最後の1枠、何が出たか当ててほしいなと思って。むずっ。え、限定確定じゃないんですもんね。そう、限定は確定じゃないけど、いや、無理っしょ。星野くんからが行きたい確定。はい、最後の1枠だけ。属性だけ教えてもらっていいですか。属性ね、水属性。水属性、うん、ね、当たりそうっすか。当たりそう、あ、でもね、当たるとこあったら当たりそう。結構嬉しい、世間的に。嬉しい人は嬉しい。嬉しい人は嬉しいけど、嬉しくない人は当たるんで、全く嬉しくない。嬉しい人は嬉しい。もう今あんまなんか使ってってないと思う。なんか玉露とかがなくなって使わなくなったキャラかな。それすげえヒントっすね。って気がする。自分はね、いきます。うん、ベガ。あー、ベガ K で迷いました。なるほど、はい、じゃあ早速ちょっと、じゃあ僕じゃあ VTR あるんで、これをね、え、水でしょ。水で使わなくなったベガ、玉露でしょ。はい、これこのパソコン見て、あ、こっちか、はい、え、なんだろう。あちら書いてあったら10秒ぐらいから、10秒ぐらいから。初日、初日、初日スターガチャ、初日ガチャ。最後が星を書く。最後が星ですね。黒なくなって、あーあーあー、イザナミね。イザナミ会で4日使ってた。はい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 、それ納得納得、ヒント通りだわ。さっぱり。嬉しい人は嬉しいですよね。まあまあ嬉しい、イラスト人気もあるし、まあ、うん、アルファとかもあるから混ぜることもね、うん、あー確かに、デカ以上にしっくりきたな。そう、まあ、神撃期待したけど星5も出なかったしね、全然ね、うん、というわけなんで、アナスタシア狙い。まあそうだろうな、うん、もう一体欲しい。こっちにアナスタシア入ってないエロい、うん、こっちはまあ持ってないとかとこうとか出てほしいけど。あ、そっかそっかそっか。一応全限定は全限定入ってます。出るよと、うん、出ることがあるよ。だからね、止まったら、まあ、望んでる限定枠の可能性高い。高いね。うわ、限定だ。うわ、限定だ。うわ、いや、これやばいな。今期500のが嬉しい。いや、今期500のが嬉しい。やばいな、ジャンヌも、うん、まあ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 、落下上げづらいとこですからね。うん、まあ、今後を見るから。確かにね。こんなもんか。お、キンキンやつ来てる。誘われてますね。ピンクス。はい。というわけで、まあ、2日目でこれ引いてみましょう。これ引いてる人いんのかな。割となんか引いてるイメージですけどね。うん、まあ、アナスタシアが入ってるのはちょっとズルだからね。確かに、確定だからね。爆死は絶対ない。オールスターは徐々に引く人減ってる気がする。いや、そうなんだ。やっと気づいて、みんな気づき始めてる。オールスター別に対象になってるだけで出ないっていうのにね、みんな気づき始めてる。そうなんだよ、なんか、うん、普通のガチャって感じが結局してくれ、してきているから、うん、まあ、なんで引いた人もね、あれ出ました、これ出ましたね、あれ出ましたね。いや、まあでもオールスター感謝ガチャ無料で引きたいなって人はチャンネル登録今回も、ユーザー上、A からお伝えした、ダイプロールスでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録。わかります。わかります。そこの君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。